食べても痩せるカレーを選んできました。業務スーパーで買えるんですよ。では早速一つ目ご紹介していきますね。こちらです。レッドカレーです。でこちらタイカレーなんですね。でこのタイカレーっていうのはペースト状になっているカレーのことなんです。ちょっと中身開けてみますね。これですね。もう見る限り辛そうな、見えますか。もうレッドカレーってね、もうこちらはそのやっぱり赤唐辛子が入っている、まあ赤さになりますよね。で実はねグリーンカレーよりはあの辛みはね少ないんですよ。もうあのこの開けただけで香りがしてますけれども、はお腹空いてきますね。もうカレーって本当香りねいいですよね。もう匂いを嗅ぐだけでお腹空いてきませんか。カレーって食欲そそりますよね。でこちらですね、レッドカレーのその作り方、こちらにもきちんと載っているんですけれども、これねすごいです。あの実はこれたった一箱、先ほどのペースト状でですね約30皿分も作れるんですよ。すごくコスパいいんです。でしかもなぜ私が今回ダイエットにこのカレーを選んだかという理由があって、ここすっごく大事です。もしあなたがカレーが大好きでダイエットしたい、カレーを食べながらダイエットしたいと思ってらっしゃるようであれば、もうぜひこのタイカレーに変えてください。なぜかと言いますと、あの市販のカレールーで作るカレーってですね、もうとにかくこう脂質、油がすごいんですよね。あの例えばそのカレー鍋を使い終わったその鍋をこう洗う時って、もうギットギトじゃないですか。油でかなりその時間が経って固まったら、もう油で固まってなかなかお鍋落ちないですよね。あの状態があなたの腸の中でも起こってるわけです。そうするとやっぱりその腸内環境が悪くなってしまって、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、やっぱなかなか元気にならない。逆にデブ菌と言われるその悪玉菌がですね、そういったその古い油が大好きなわけですから、そのどんどん、まあ、太る体質になってしまうんですよね。しかも私がもう一つ声を大にしてお伝えしたいのは、これがなぜダイエットに向くかというとですね、調味料カッコアミノ酸などと書いてある化学調味料、別名グルタミン酸ナトリウムがね入ってないんです。ちょっと読んでみますね。ここ原材料名が唐辛子、ニンニク、レモングラス、エシャロット、食塩、ガランガル、カフィルライムピール、コリアンダーシード、クミン粉末。はい、ちゃんと入れました。いかがですか。もうこんなね添加物一切入ってないですね。もうほんと安心なんですよ。でこういったやはりカレーのペーストをしっかりベースで作って使っていただいて、やっぱりカレーをね美味しく召し上がっていただきたいんですね。そうしないと、まあ、市販のカレールーは残念ながらこういった化学調味料がもういっぱい入ってますから、結果あなたの腸や肝臓にもものすごくそのデトックスに、まあ、負担をかけるわけなんですよね。そうするともうとにかくあなたがいくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、決して長期的にね痩せることができないんですよ。なぜかというと、あなたが痩せ体質ではないからです。しっかり内臓が元気ではないと痩せることって、ね、できないんですよ。しかもこんな風に美味しく栄養を取りながら痩せる、でカレーも代謝も上がりますからね、もうどんどんあの美味しく召し上がっていただきたいなと思います。でこちらは、レッドカレーはですね、まあ、赤唐辛子が主に入っていて、そのグリーンカレーよりは辛くないからあのおすすめです。食べやすいです。でまた材料はですね、今先ほどお伝えしましたけれども、ほぼほぼあのグリーンカレーとあんまり変わらない中身なんですよね。でこれはですね、炒め物とか唐揚げとかピラフとか、こう別にこう調味料としても使えますから、こう万能なんですね。カレーだけに使うわけではないので、もうパッとこう野菜炒めですとか、ちょっとこうピリ辛系が欲しい時にこう肉野菜炒めとかね、そういったのにもすごく合いますから、もうぜひぜひ使ってみてくださいね。でただこのカレーを作る時の注意点です。こちらです。見えますか。ココナッツミルクです。でこれを絶対セットで使ってくださいね。このペーストだけで食べるわけではないんですね。このペーストだけだともう辛すぎて食べれませんので、必ずこのカレーの、レッドカレーペーストを購入するときはセットでこのココナッツミルクを必ず購入されてくださいね。そうではないとカレーが作れません。材料にもねちゃんと載ってますから大丈夫だと思うんですけども、これだけ食べれるんだというわけではありません。カレーのときはセットで
ココナッツミルクが必要ですよということです。では早速2つ目ご紹介していきますね。で、私ですね、我が家ではカレーを作る担当はですね、主人なんです。で、我が家ではですね、カレーと言わずパパカレーと呼んでいます。上手なんですよ。ほんとすごく美味しく作ってくれるんですね。で、当初はその以前はこのカレールーを使って主人もね、美味しく作ってくれていたんですよ。で、まあ、美味しいんですよね。あれはあれで美味しいんですけれども、やっぱりこういった化学調味料であったり、食べ終わった後のそのお皿に貼り付いたあの油を見ると、私はやっぱりこれは家族の健康のためにも良くないなと思ってですね、主人に相談したんですね。ちょっとやめてもらえないかな、代わりにいいものがあるからそっちで作ってくれないかなっていうことで、まあ、このカレーペーストと、あとその粉末状のスパイスカレーで、今我が家ではパパカレー、すごくすごくもうありがたくですね、美味しくいただいているんですよ。というわけで、2つ目ですね、グリーンカレーペーストです。こちら、これね、めちゃくちゃ辛いです。グリーンカレーですね、青唐辛子を使っているんですよ。で、この青唐辛子ってもう世界で一番辛いって言われてるぐらい辛いんですね。なので、もう私辛いの大好きって、赤唐辛子だってぬるくて食べてられないという方はですね、もうこのグリーンカレーおすすめですし、まあ、グリーンカレーの味が好きなんだけども、ちょっと辛いのはっていう方は、先ほどのまあココナッツミルクをこう多めに加えてもいいと思うんですね。これはこれでやっぱりね、青唐辛子を使った美味しさってありますから、一押しです。で、こちらももちろん、1つですね、30皿分、ちょっと開けてみましょうね。色がね、やっぱり分かりやすいですよね。グリーンカレーペーストです。結構重たい、 400g 入ってます。で、この1つで約30皿分作れます。で、こちらも先ほどと同じように、合成着色料であったり保存料であったり、そういったも一切入ってませんし、1回使い切れない時はですね、まあ、開封後は要冷蔵ですから、早めに使い切ってくださいね、というのも共通です。で、こちら原産国名タイになって、タイカレーですかね、まあ、タイなんですけれども、こちらももう原材料名も先ほどお伝えした通り、赤唐辛子がまあ青唐辛子に変わっている状態で、まあ、ほぼほぼあとは一緒です。そうなんですよ。で、これはもう辛いものが大好きという方にはグリーンカレーおすすめです。で、炒め物とかにも、他にももちろんこれ使えますからね、同じです、レッドカレーと同じ。さあ、ではいよいよ最後になります。赤青ときたら最後何でしょうか。そうです、イエローです。イエローカレーで、こちらはですね、お子様ですとか、ちょっと辛いの苦手っていう方はぜひイエローカレー選んでください。こちらです。タイカレーのイエローカレーペーストですね。で、同じです。約30皿分作れて、内容量が 400g。ちょっと開けてみましょう。よいしょ。見えますか？ちょっと分かりにくいかな。イエローなんです。赤と比べてみましょうね。さっきの赤いカレーが、赤さがやっぱ違う。ほら、こうすると分かりやすいですよね。明らかにこっちが真っ赤か。黄色。で、黄色のこのイエローカレーの方が、辛みが、レッドとグリーンと比べると、まあ、優しいっていうことと、あと一番やっぱりね、コクがあります。で、すごくまろやかですから、このココナッツミルクと作るとめちゃくちゃ美味しい。個人的にはこのイエローが一番好きです。これはね、私や娘大好きなんですよね。そこまで辛さに強くないので、まあ、こちらが好きですし、で、もっとコク出したいなっていう方は、このココナッツミルクプラス、ココナッツ のクリームを一緒にね、ここです、ココナッツクリームを入れてもめちゃくちゃ美味しいですので、ぜひぜひ作ってみてください。で、またこの香りがいいのは、シナモンが入ってるんですよ。で、シナモンもあなたの代謝を上げてくれるものですから、ああ香ります、シナモン、うん、香るんです。わかりますよ。あなたもわかります。シナモンの香りがしてるんですよね。で、代謝を上げてくれて痩せやすくなりますから、そうですね。女性の方であればこのイエローカレーもおすすめですね。で、男性の方はやっぱり辛いのが好きとかね、いう方はレッドとかグリーンをおすすめしたいと思います。で、もしその、まあなたがダイエット中であったとしても、その、まあ、ちょっとね、お米の量は調節していただいたりとか、白米を玄米に変えるだけでも痩せやすくなりますから、ぜひぜひチャレンジしてみてくださいね。ただし美味しいので食べ過ぎには注意してください。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではこのように
さまざまな健康法、ダイエット法、腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的できれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私もとってもね励みになっておりますし、もう本当に嬉しいんです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。